沖縄夜食を楽しまーす。お腹すいた、マジやばい。まあ、80円足りねえ。これよこれ。2022年美少年的重大ニュース。ここでキュース引っかかりました。ジー君が夜な夜な大将に電話してる。重大だ、セルテも重大。どうも、美少年です。もう暗くなってきましたね。暗いの辺りは夜ですよ。今海の疲れマックス。マックス、あ、全然わかる。ちょっと皆さんお腹空いてきた。めっちゃ着きましょう。ちょっとじゃねえ。ちょっとめちゃくちゃお腹空いてる。ずっと空いてます。まあ、ご飯企画でございますよ。はい、というわけで、みんなで沖縄夜食を楽しまーす。やっと来たご飯。はい、まあ、僕たちね、今ホテルから歩いて大体15分ほどの、ね、場所に来ておりますけど、はいはい、まあ、沖縄のご当地スーパーがねここありますけれども、各自1000円、そして店はプラス1000円の2000円ということでね、やった、はい、その中で、まあ、今日ね食べたいものを買って楽しもうというスタイルです。素敵な企画だ。はい、はい、というわけでレッツラゴー、いきまーす。本当のスーパー。なんか斬新ですね、このカメラ持ってスーパーに行くって。お腹すいた、マジやばい。ご当地も欲しいんだけどお腹減ってるんで、たくさんもうコスパいいやつが買いたいですね。やっぱ東京で見たことないタイプのやつも結構多いから、三品茶とかも飲みたいんだよな、もう大好き。お惣菜だ、サーターアンダー。もう俺らもう食いたいよ。これめっちゃうまそう。チキンめっちゃうまそう。これ食おうぜ、ね、とりあえず。うまそう、これ沖縄名物よ。チキンドラないと思うけど、チキン沖縄そば意外と安い、246円ですって。非常に迷っております、何を買うべきか。苦手な、あと35円買える。あと35円。ありがとうございます。これいくら、あ、まあ、80円足りねえ。ギリギリ買いねえ。泣きそう、泣きそうすぎる。普通に何寿司、とりあえず食っとこう。これは一斉結構余裕あるね。余裕ある、羨ましいな。美味しそう、これ奥玉が。あー、ほら見て、こいつ値段も考えずにダメでしょ。うわこれよこれ。いや、もうキッズ用だって、それキッズ用。え、キッズ用だよこれ。いいねいいね、たくさん買える。お、1072、1000、1350。おお、ほんと結構だな。1920。めちゃくちゃ超えます。天城越えもいいとこだな。これもやめます。8枚減らします。待って、おお、あ、1枚で1000円。すげえじゃん、俺やんじゃん。すいません、本当に気持ちいい。生でも上手な買い物できたかな。まあもう食べれるだけも嬉しいっす。もう、うわー、合ってんのかな、俺の選択は。オッケー。さあ、というわけで皆さん、買ってきましたか。イエーイ。誰もちゃんとはみ出さずに、はい、ということで、いただきます。しやった。食べなくそうじゃない。うめえ、これ食います、これ。どうです皆さん、夜食にたどり着けて。マジうまい、泣きそう。大丈夫、浸ってるもんどうでしょう。え、幸せ皆さん、はい、はい、緊急企画、おい、2022年美少年的重大ニュース。よいしょ。この企画はシンプルに2022年の重大ニュースをまあ順番に話していく、シンプルなルールです。決まりがあります、一つだけ。何でしょう。それはですね、前の人が発表した重大ニュースより小さいニュースを発表するということです。小さいニュース、だんだん小さいニュースにしてるってことないから勝負。なるほどね。3周したらクリアです。3周、はい、3周、かなりいくね、はい、時計回りで、大将から俺が出た。いきます。じゃあ、一丁いきます。振り返ろ、まあ、一番でかいです、やっぱね、美少年として初めてのアリーナでイエーイ、やりましたよ。しかも初めてで、そのツアーもね、名古屋にも行かせてもらったと、うん、確かに、うん、いやあれでっかかったです。でっかい、楽しかった。しかも、その DVD もね、うん、
をさせていただくっていうのは、もう本当、至れり尽くせりの大ビッグイベントでしたよね。ありがたいね。僕たちもね、こうやりたいって言ってたからさ、とうとう実現したなっていうのあったよね。嬉しい。来年はもうちょっと、まあ、いろんな年、いろんなとこ行きたいね。でかかったね、これは。そう、続き。これはやっぱみんな嬉しいと思うんですけど、友達ゲーム。おう、うん、はい。で、やっぱ美少年としても3年連続やらせていただいてますから、ね、はい、これはやっぱビッグニュースかな。もうほぼ同じだよね、ほんとにね。アリーナと確かにそうだね。もうどっちどっちどっちぐらいですね。東流は少年たちじゃないですか。うん、おー、そうだね。2年連続任せてもらって、今回はそれも愛知県行くから ね、 ね、そうだ、すごいですね。初めてだね、なんか舞台でさ、他の場所でやるもんね。はい、しかも長期に滞在するってやつ、うん、確かに。じゃあ続いて、僕続いて、やっぱり6人での CM。 あー、でかい、でかい、でかい、全部大きいけど、ちょっとジャンルがね、そう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 、うん、いや、ほんとそう、全部嬉しいからね。で、ここ今ね、ほぼ同レベルでこう来てるよ。今もう、ほんと僅差なんですよ。そうそう、マジ僅差、嬉しいですね。こっからやんね。あります、はい、今年も帝国劇場でジャニーズアイランドやらせていただきます。これはね、ありがとうございます。いいんじゃないですか、めっちゃいいですよ。やばいね、ここ難しくなってくるよ、マジで。頼むよ、これ確かに1周目のくくり、やはり、EX のライブ、おー、確かに、あー、夏のね、ねー、さあ、一周行きましたよ。 OK、うん、ここまではもう、あんないですよ。で、ちょっと、がっつり行きます。あ、お、僕、二十歳になった。あー、でかい、でかい、めでたいっすよ。僕に限定しちゃうと、あれだから、4人二十歳になってるから、2022年。確かにね、4人が二十歳になって、成人を迎える。いや、これはでっかいイベントです。でかいね、よかった、確かに。あ、じゃあ俺逆にそれにちょっと続いてなんですけど、あ、僕も一応成人18歳。あ、そうだね、2022年になった。確かに、うわ、これ僅差だな。確かにプライベートの話になってきたね。そうね、個人芸が難しいよ、これちょっと。ちょっと待ってよ、あの藤井君の誕生日の日にハイビーでご飯に行って全員で。あ、あ、すごい、ありましたね。知らない人もいるし、そうなんだ、初めてレベルだ、初めて、初めてだぞ、全員揃う、揃ったりね、楽しかったね。めっちゃ楽しかった。いや、嬉しかったわ、本当に。さあ、続いてナス。あ、俺いきます。難しいんだけど、大将の誕生日の日に EX シアターのライブ会場でみんなでケーキ、ここの写真撮ったね。あー、そうだね。はいはいはい、おめでたい、おめでたいっすよ。寝れたいっすよ、これは。確かに、やっぱね、本番中のさ、誕生日ってさ、いいよね。ね、写真も撮れましたしね。うん、そうね。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってよ、写真撮った。でも、うん、でもここに来て、沖縄に来れて、お、優勝して沖縄に来れて、はい、よし、藤井君行こう。いい意味で、僅差ですからね。よし、続きまして、私の誕生日に、5人からお掃除ロボットをいただきました。あああれだ、うん、ちょっと待って、ね、俺待って、その時のお金もらってねえよ、みんなから。あ、苦しいね。ちょっと待って、やめてくれねえ、ごめんごめん、そう、領収書写真送るじゃん、気持ちいいね。コスト入る前でやめてくれ。いや、ちょっとそうだ、ちょっと後で、後で。そうそう、俺も誕生日でいい。お、いいよ、もう、え、何、3週目ですね、出てくる、3週目入りますよ。誕生日プレゼントに、レイヤーがふざけて、あの、おもちゃのナイフみたいなやつをくれたんですよ。ちょうど俺昨日セブンメンのゼップのライブを見に行ってて、はい、その時にレイヤーが持ってきてよって言って、持ってて、これねーって遊んでて、それを俺荷物に入れっぱなししてて、今日、空港で検査かかりました。知ってますよ。びっくりしたよ、マジで。びっくりして、女の人が、ナイフ入ってますよみたいな。お、やべえ、いや、マジで危ないね。で、待てよ、もうだんだん小さくなってくるよ。まあ、今日のお昼ご飯、俺と大将食べれなかった。おー、結構重大なんですよね。ガチだったからね、そうなんですよ、これガチの。勝ってきた、沖縄旅行で。マジで、もうお腹はすくわ、空港で引っかかるわ、もうご褒美ゼロだもん。それ自分だもん。そうだ、これも重大な、重大ニュースの一つでしたね。もうついに細かくなってきた。だいぶ個人ごとが多くなってきましたね。優雅が結構やばいのってそうなんだよな。金指と今日靴が、おお、俺それ今話そうか迷ったんですよ。ちっちゃー、ちょうどいいよ、ちょうどいいよ。どっちか悩んだんですよ。初めてじゃん、かぶって初めて、同じメーカーの色違いね。それなりにこれ上がってる今、大丈夫。あ、あるある、いいから。藤井くんが
夜な夜な大将に電話してる。重大だ、これは。結構重大。結構超えてるだろ、それ。それで、まあ、確かに危ないよ。それで結構超えてる。いやいや、でも、重大なんだけど、ちょっとしか電話してないらしいっていう。ちょっとやばい。俺が、ちょっと本当、寝たいですよね。ダメダメーって。ええ、ごめんお願い。何時ぐらいの話？何時ぐらい？マジで夜中。今日もやばいじゃん。いや、今日はだからもう電話じゃないから、対面で面談してるわ。それはなんかほら、大将ってさっきもこう言われてたけど、意外と自分の意見あんまり言わないじゃん。いや、結構言う。自分の意見じゃない。だからどう思ってんのかなっていうのを。ないの。優しいね。優しさ。気遣いが素晴らしい。どうぞ。少年たちの東京公演本番期間中、マイクを僕たちは、マイクのその置いてある場所にわざわざ行って取りに行ってっていう作業があるんですけど、みんなでじゃんけんして持ってくる人を決めていた。ああ、重大でしたね。ファンの人は結構気になるこれ、ね、そうそうそう、このレベルで言うとね、結構ちっちゃい、結構ちっちゃい。そうそうそう、やっぱ結構裏の部分を知りたい。そう、確かに。裏からショーにはね、そうそうそう、裏からショーだ。次は結構難しい。じゃんラストでこれ短い。じゃあこれ初でも初出しになるんですけど、昨日の夜に10年前から見ました。すんで、すごいね、すごいすごいエピソード持ってるわ。飛行機乗る前からね、今日のものは少し違うんで。言ってたわ。で言ってた、確かに誰も分かんなくて。何でさ前髪切ったんだよ。聞いてね。藤井君って困ってちゃうんだよね。朝一の空港クイズ。あ、自分で切ったんだ。そう、自分で切った。成功成功。いい、よかった。いや、でも普通にいい感じじゃない。うん、いい感じ。全然終わりました。よし、お成功じゃない。成功です。成功です。はい、おいおいよ。今朝入り時間の30分前についてた。あ、ついてたね。おいおい、早かったね。誰より前だった。5時半集合だった。5時5分10分ぐらいに着いたらもう大将いたの、一人。めちゃくちゃ早くてびっくりした。早めにいつもって言ったらめっちゃ早く着きすぎ。早い。さあ、ここから時間ですね。僕もありました。4時半にアラームかけたんですよ。けど僕が起きたのは4時45分でした。危ない。あら、危ない。飛行機は怖いよね。なんとか沖縄にこれだね。重大ニュースかな。じゃあどうぞ、エリューが。今、カミンさんも着るじゃないですか。はい。で、あのビザーラの撮影の時はやっぱあの黒にしないといけない。黒スプレーするんです。はいはい。それがまだ、ね、全然落ちきってない。あー、マジで落ちない。大変だね。そっからか。スプレーは大変だね。からね。じゃあここで俺が超攻めるわ。いや、攻めていいよ。いや、さっき海入ったやん。うん。今、カミンいたんだよ。はい、続きまして。あー、オッケー。あるあるある。何？まあ、僕髪が長かったんで切ったんですよ。3ミリ短く切りすぎた。ね、じゃあボス、最後かましちゃってるじゃん。マジでお願い。ダメだったらどうする、マジで。いや、もう本当に、本当にどうしてダメ。おじいちゃん今から海に放り投げる。本当にお願い。時間経ってみたらもしかして。そう、立ってみる。立ち上がった。大丈夫です。おー、いいね。頭がテフルボックス。それ、上着とか一回抜いちゃった。直樹、今、この企画の締めを僕は任されました。以上です。うまいな。すげえ、すげえ。俺は決まったな。2022年美少年的重大ニュースはどうでしたか。でもみんなの全力でしょ、これ。そうよ、全力。なんかあったらまた俺のカシミヤのやつ持ってきてもらっていいんで、すいません。使います。美少年でした。ありがとうございます。